ードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りします。今日もよろしくお願いします。はい、今回もですね、はい、出会いは奇跡、映画出会いは奇跡にご出演いただきました。素敵な可愛いゲストをお呼びしていますよ。はい、はい、今回出会いは奇跡、本当全国から来られたんですけど、うん、今日ね、いらっしゃるこの女の子はですね、はい、山梨の方から来ていただいたんですけど、役としては、根本真子の娘さん役を、はい、していただいた、しおりちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、自己紹介をしていただきたいんですけど、はい、お名前と出身地と、あと普段どういうことをやっているのか、あとなんか好きな食べ物とか、軽くお願いします。はい、はい、しおりです。山梨県から来ました。普段はそうですね、特になんか、うん、特にとかはないんですけど、うん、ゆっくり過ごしてます。ゆっくり過ごしてますね、はい、山梨は私は何回も行ってものすごく大好きなところなんですよ、うん、東京から近いのと、うん、桃とかぶどうとかがね、美味しそう。果物大好きで、しおりちゃん果物好きですか？果物大好きです。よかったよかった。山梨って言えば桃だもんね。そうです。そうか。もううまい、美味しいの本当桃が。いいな、いいな。うん。桃の時期って今ですかね。もう桃が出てきてるよね、スーパーに。ね、果物大好きなんですね。今回出会いは奇跡っていうのをオーディションしていただいたんですけど、一番最初オーディションをしようと思ったきっかけとか、もうトントントンっていうふうに、それなんかもう何か結構じっくり考えたとか、どうでした？最初。そうですね、最初はちょっと考えて、うん、もうあとは行こうって感じ。やってみよう。そのなんか行動力というか、やってみようっていうのはもう生まれつきなんですか？かもしれないです。すぐ動いちゃうタイプで。あ、そうなんだ。じっくり考える前に動くんだ。そういうタイプかもしれないです。なんかね、見た感じはなんかすごく、うん、なんかね、こうおとなしそうなっていうか、うんうん、ね、イメージがありますけど。ね、ね、そうですよね。行動派なんですね。ねえ、そうなんだ。なんか、今回、役、演技っていう形で出てきていただいたんですけど、実際の現場の雰囲気とか、思っていたのとどうだったとか、あと何かやりやすかったとか、その感想を少し聞かせていただけますか？はい、はい、イメージはなんかもっと硬くて、なんかめっちゃ緊張で張り詰めてるっていうイメージだったけど、なんかすごい実際の現場柔らかい雰囲気で、すごいやりやすくて楽しかったです。ありがとうございます。今ね、3人目か4人目なんですけど、対談のこの方、1人目も2人目の方もほぼ同じことを言っていただいて、なんか現場かと思ったら家みたいだったとか。ねえ、なんかこう温かい感じが、うん、で、あとはその根本真子役のね、里奈ちゃん、お母さん役だったんですけど、初めてになるんですかね、演技のこういうのは。そうですね、初めてでした。楽しめましたか？楽しかったです。こういう現場だったらまたトライしてみたいですか？こういう現場だったらまたやってみたいなって思いました。可愛いですね。そうなんだ。僕も
本当お会いできるのをすごい楽しみにしていたんですよね、うん、あのパッとこうズームで会った時から、まあ、一つはまだね、高校生ということもあって、まあ、若干、まあ、近いんだけどちょっとやっぱり時間がかかるので、まあ、きちんと来れるかなというちょっとなんかちょっと親心みたいな、ね、親心ですねちょっとね朝早かったけどね無事に、ねうん、撮影に挑めてそうまた無事にお家に帰れてよかったです、うん、実際その絵を、ね、絵に関するあの演技をしていただいたんですけど、まあ、詳しく言ったとネタバレになるので言えないんですけど、あの絵を描いたりそういうインドア、あアウトドアじゃなくてインドアで何かこういう何かものづくりするとかそういうのはしゅりちゃん好きですか？絵とかはあんまり得意じゃないんですけど、うん、ものづくりとかは結構楽しいなって思ったりします。ものづくりが、はい、なるほど。どういうの雑貨とかそういう感じ？うーん、あんまり作ったことないけど、うんうん、なんか、うんうん、なんか作ってみたいなみたいな。作ってみたいなっていう感じ。うんうん、なるほどなるほどなるほど。あの確か。うん清里の近くに、なんかそういう、なんかあるよね。なんかこういう、なんとか施設みたいな、なんかそこにロッジみたいなところがあって、雑貨屋さんとかあるところ、知ってる？なんかね、あるんですよ。ちょっとある程度大きいところに、うん。あの猫の雑貨とかがあったところ。そう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 。あれ、なんていうところ、ブーブーしてるの？なんか、結構の面白いところが山梨にあって、多分ね、近くだと思うんですけど。なんかね、行ってみたらいいかもしれない。うん、あってきて。名前の文字ない。なんか好きそう、好きかもしれない。ひょっとしたら知ってるかもしれないけど、多分近いですよ。うん。もともともうずっと生まれも育ちも山梨なんですか？ずっと山梨です。なんか将来というか、まあ、高校卒業してとか、県外に行きたいなとかこういう仕事をしたいなとかいうのはどうですか今？ちゃんと決まってはないんですけど、うん、結構なんか東京とかの街って憧れがありますやっぱり。なるほど。東京で、まあ、憧れということはまあ一回なんか行ってみたいなとか住んでみたいなとかそんな感じですかね。そうです、まあ東京もね狭いけど本当地域によっていろいろね あるので、ぜひ来ていただいたら、まあ、よりまた近くなりますね。本当山梨の何だっけ富士山が確か山梨と神奈川と東京とでこう3つねあるもんね3つの県がまたがって。行きますか富士山は？富士山はあんまり行かないですね。あんまり行かない。なんかね結構近いと逆に行かないとかって言いますよね。うん。うん、冬が寒いよね。冬寒いですね。冬寒いよね。雪がたくさん降るんですかね。まあ東京とかに比べたら降るかもしれないけど、うん、最近はあんまり降らないかな。うん、ああ降るちょっと。少しずつ変わってるもんね、天候がね。場所によっても違うんだけど。僕は本当に山梨が大好きなの。ねえ、なんか大自然囲まれて。そうそう。いいところ。根本真子さんは、この現場にしおりちゃんが来て、はい、実際のその、見て、ひよりちゃんの。はい。どうでした？確か一緒ですよね、娘さんと。あ、そうなんですよね。同じ、うん、もう実際の娘と同じ年齢。うんあって、うんうん、ちょっとね可愛らしい感じのしおりちゃんだったんですけど、うんまあ、私の娘が結構なんかね なんていうの結構私が頼んだことに対してあなんか素直になんかこう引き受けてくれないちょっと拗ねたとこがあるので自分の世界持ってらっしゃる。そうそれをね可愛らしいしおりちゃんにね演技をしてもらうのがちょっとね悪いなじゃないけど、ね、ちょっと不適された感じの演技をね、うん、していただいたんですよね。ああそうだよね。まあでもそこがうまく、うん、
ちゃんと演技できてたんで、うんうんうん、さすがだなと思って、うん、はい。え、しおりちゃんはもともと自分はどういう性格なんですか？そう、結構なんかやっぱり頑固ってちょっと言われるかな。あ、そうなんだ。それは家族から、お友達から？それは家族からですかね。あ、芯が知ってる、あの、頑固っていうか、よく言うと、まあ、言い方変えると芯がしっかりしてるってことですよね。ね、絶対これをやりたいって言ったら何が何でもそれをやるっていう感じじゃないですか。そうです。ねえ。やっぱりどうしてもね、なんかこう家族に対しての自分と、うん、なんか表に出る自分っていうのはね、やっぱこう違いますもんね。うんうん、まあ年齢的にもその自我というか、まあ大人になる部分で、うん、あのやっぱりね、いろんな考えを持っていらっしゃるので、高校生の方もですね。うん、まあ、それはそれですごくいいと思いますよ、ね、うん、反抗期だったりね、うん、そういうのもあるからですね、うん、いいと思う。僕はいいと思います、うん。でもなんか将来はなんかそういうこうやっぱりこう役者さんみたいな感じで、うん、なんかこうちょっと表に出る仕事をしたいなっていうのもあるんですか？ちょっといろいろ今考えてて、いろいろ考えてんだ。そういう、いいなって思ったりしてます。なるほどなるほど、ね、なんかこう いろんな、ことを考えて、いろんなことを体験していく中で、あ、自分にはこれが合ってるみたいな感じのね、見つけ方もありますからね、うんうん、ね、なんか好奇心が旺盛で行動派だから、うんうん、なんかいろんなチャンスが待ってるかもしれないです ねいろいろ挑戦したらいいですよ、うん、はい、楽しみだ、これから。今のうちに ね、よかったよかった。あの撮影の時は本当ね、あの雨も降らなくて、うん、すごい良かったもん ね、うん、あのあれですか、なんか東京があんまり来ることがないって言ってたんですけど、あの周りのお友達とかは、あのまだそうか、今からかな、うん、やっぱ東京来たいとかそういう人っていますか、周りには？いっぱいいます。いっぱいいる？そうなんだ。ああ。もうこのまま地元で何かしたいではなくて、東京で何かしたいって言う人の方が多いんだ。そうですね。東京に行きたい人いっぱいいます。それはその遊びに行くっていうんじゃなくて、なんかもう上京して、そこでなんかこう、なんかお仕事したいとかそういう感じですか？親元を出たいとか、うん、東京で仕事したいっていう人もいるし、うん、東京に遊びに来たいっていう人もいろんな人ですね、うん、まあ楽しめるもんね。そっか、そうですね、ね、いろんなものがあって、そうだよね、うん、2時間ぐらいあれば来れるんじゃないですか、時間的に。まあ、割と山梨からは近いかなって。そうだよね、あの遠いようで近いね。そうそうそう。やっぱそのぐらいの距離で行けるから、やっぱこう行きたいっていう人がたくさんいるのかなとね。うん、なんか一番いいよね。いいですね。まあちょっと地方になっていて、自然がたくさんあって、まあ町もちょろっとあって、2時間すると都内に行けるという。いいですね。これ、うん、僕もそういいなと思って。私もなんかね、大自然が好きなので、うん、うん、なんかそういう環境でね、暮らせるといいですね。うん、うん、あの福岡が宗像市っていうところにもう40年近く住んでいて、宗像がやっぱりあの今しおりちゃんが住んでるところとちょうどね一緒ぐらいのね、町の大きさが。だからこっちに上京するときに、やっぱりあのゴミゴミしたあの市街地よりも、まあちょっとあの玉ね、玉って言って魂にね、いるんですけど、あの多分環境が一緒だから、うん、気に入ると思いますね。え、うんうん、私はね、その今言ったみたいに福岡の宗像もすごく田舎で、うん、もちろんすごく東京に離れてるから、うん、やっぱりあんまり感覚が ないです。東京にこう遊びに行きたいとか上京したいとかっていう思いが私たちにあ
昔ね。ね、昔ね。うんうんうん、そこがなんかやっぱ違うところですよね。2時間、うんうん、2時間で行けるっていうところがね。うんうんうんね、ちなみに、あの、中学校の時の修学旅行とかありますか？ありました。どこに行った？中学の時は京都と奈良へ。あ、京都と奈良へ行ったんだ。はい。なるほど。高校の修学旅行はこれからですか？今年行きます。あ、今年どこ？今年、沖縄に今のとこ。多分ね、うちの娘も沖縄って言ってたような気がする。うん。ね、うん、もちろんじゃあ東京、あの、飛行機だよね。そうですね。飛行機。うんね。まあコロナがちょっと心配だけど、行けるといいね。うんうんうん。楽しみです。え、京都と奈良は楽しかったですか？すごい楽しかったです、京都。なるほど。あの、ひょっとしてあそこに行った？あの、京都だったら、なんだっけ？清水寺とか。ああ。ちょっとなんか行けなくて、そこは。あ、うん。行きたかった。うん。歴史があるところでね、京都はね。いいところなの。奈良は大仏のとこ行った？奈良大仏行きました。大仏がこう、こう、なんかこう、こうして、はいはい、こう、こう、そういう感じで。そっかそっか。個人的には県外に今まで家族とか、行ったことあるんですか？そうです、うん、家族で結構県外出たり、で九州とかは行ったことないですか？九州は行ったことないですね、あんまり。ああ、そうそう、あんな、あんまりね、首都圏の関東の方はね、九州はまあ、遠いからね。ああ、そこも遠いからね、うん、大阪とか名古屋は？大阪はちょっと行ったことあるありますね。なるほど、なるほど。いや、だけど、楽しみだね。ねこれからがどんどん楽しみです。何でもしたいことがあったら ね、行って、勉強したり、勉強っていうか、ね、いろいろ体験するといいと思う。はい。なるほど。もうちょい、ね、はい、時間がありますよ。何か面白い、まあ、同じ同級生の、娘さんけど、今何かにハマってるって言ってました。なんかね、すごくアニメ、なんか漫画とか見たり、うんうん、漫画本、単行本見たりとか、なんかテレビもアニメにハマってますね。はい。しおりちゃんはなんかこうハマってること、今マイブームありますか？結構読書とかが今すごい。読書。何を読むんですか？小説がすごい好きらしい。あ、そうなんだ。もう、現物の本を買って読んでるんだ。そうですね。いいですね。いいですね。うん。本。ね、娘は小説読みって言っても。あれ？あんって。言いますよ。なんか映画見たりとかそういうのはしません？ドラマとかは。映画もドラマもすごい好きです。やっぱりパソコンで見るのかな、それともなんかビデオとか借りて見るの、どっちが多いですか？あ、 YouTube パソコンとか。やっぱりそうだよね、やっぱね、うん、YouTube が見れるからね、今ね、動画でも簡単にね。一人で見てるの？家族で？一人で見ることが多いですね。ね、どういうジャンルが好きですか？映画は。映画はなんかアクションものとか恋愛ものとか。ヒューマンドラマとかね。うん、恋愛ものが多いですかね。いいですね。洋画邦画はどちらが好き？洋画。洋画。なるほど。なんか好きな、なんかこう俳優さんとかいます？女優さんとか俳優さんとか。わかんないかもね。あんまりなんかわかんない。ねえ、でもなんかそういうのたくさん見ると、まあね、これからその役者をするかどうかわからないけれども、うんうん、なんかね、いろんなこうね、そういうのをたくさん吸収してると、また。
いろいろできそうですね。そうだね、うん、あのそういえば今思い出したんだけど、やっぱり同じくらいの年代 の, あの高校生の、まあ、大学もそうなんですけど、いてお母さんと一緒に、うん、コンスあのえライブとか、うん、コンサートに行く人がやっぱりすごく多い。へ、追いかけてるあの、あーあのアーティストとかなので、はいはい、だからそういうのはなんかいます。あの今追いかけてるあの歌手の人とか歌手、うん、なんかそっちではないのかな、それもないのかな、あんまりいないかな。ああ、じゃあもう本当落ち着いた感じの小説読んでるとかそういう感じなんですね。でも私もね、うん、学生時代はなかったですよ、そういう好きなアイドルとかいなかったです。あ、うん、私もいなかった。あ、だひょっとして似てるかもしれない。なんか、なんか今思った、ずっと話聞いててしおりちゃんとね、なんかね、うん、そうね、うん、レイさんいました。いや僕、ね、ちなみに僕はちなみに小説とか本が大嫌いだったんですよ、うんうん、で追っかけてる人っていなかったんですけど、まあ、相当昔なんで、いたかな、なんかこの人が出てるテレビは必ず見てたとかあります。同じ年代の高校の時はいなかったね、確かに。なんかいなかった。よく何も、僕は何も考えてなかったね、高校で。私もそうなんですよね。何にも考えずに3年間がスーって風のように過ぎていった。で大学になってからね、アルバイトしたし、うん、うん、ねえ、じゃあもうそろそろね大丈夫ですかね、これ。そうですね、うん、はい、うん、なんかでもね、本当なんかこれからしおりちゃんがどん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 ね、うん、なんかね活躍していって、なんか自分のそのね、なんかこう落ち込めるなんか好きなものがね、ねえね、えなんか見つかるといいですね。うん、なんかすごくそうなってほしいです、うん、ね、うん、楽しみ、うん、あ、じゃあちょっと出会いは奇跡の中でね、まあ、ある部分で出たあのしおりちゃんだったんですけど、皆さん本当ね、よろしくお願いします。ね、お願いします。僕もちょっと山梨に桃食べに行こうかな。ねえ、いいですね。桃食べたくなりました。ねえ、うん。じゃあとりあえずそういうことでまた今日の対談ありがとうございました、うん、ありがとうございました。はい、じゃあまたこれからもよろしくお願いします。はい、じゃあ対談コーナーこれで終わります、ね、はい、今日もね素敵な出会いありがとうございます。はい、ありがとうございます。かわいいしおりちゃんでした。ありがとうございます。は空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音雫ひとつ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、虹の空に誓うよ、夢を抱き、どんな時
時も信じてる。Thank you.